はい、こんにちは、小太郎好きです。今日はちょっと違う競技を試してみようと思ってです。まあ、またここに僕のお気に入りのジムにいるんですけど、今日ゲストの人もいて、翔さん、いいですか、ちょっと翔さんを紹介します。こんにちは。ウクライナから、ウクライナで授業されてる翔さんっていう方が、わざわざドイツに行く途中でポーランドを訪れていただいたので、それで一緒に格闘技やろうってことになってます。今日何しますか？昨日みたいにやるんですか？僕に教えてもらえるんですか？はい、ちょっと教えてもらって、で最後マススパを多分おそらくして終わりです。楽しみです。MMA 用のスタート、なんていうの、ケージっていうのか、スタートボクシングボックスもあります、リングもあります。ありますよ、僕はあそこに。いや、2個あった方がいいです。あ、じゃあ僕臭い方つけますよ。めっちゃ臭いっすね。このあんまりいいやつじゃないグローブつけて買ったんですよね。当て方が上手、綺麗に当ててくれてるか。めっちゃ違いました。昨日はやりましたもんね。はい、次はジャブ。これ足毎回やるの？まあ、練習ではやっぱり、うちらがただ、手でこう、なんかその全身のこのギミックがなんかちゃんと連携されてないかな。腰ですか？あ、腰が、下が硬いですね。下が硬いです。足の、そう。強く打ちたくなっちゃう。そうなんですね。
こうした方がいいですか。いや、ちょっと待って、待って。この状態からなるべくですけど、意識の問題ですけど、はい、こうじゃなくてこの状態からこう手を下げたい分は多分体重、体を下げてこうです。あ、なるほど。触ってたら触りに感じで打ちっていうのは、そうです。この状態から下げて、下がった状態からそこから手を下げずに、手を下げずにこの状態からまず下がってますね。これでいいですか。まだ一瞬下がった。そうそうそう。いいですか、ね。腰の回転を今は下がってるので、下がってるんで、ここに腰の回転をつける。そうそう。腰をガッて回転する。そう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 、もうそうそうです。それで思いっきり腰を出す。いい感じですよ。ワンツーワンツーストレート戻って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 戻多分ね、こっちのね、ミットだと多分当たりやすいです。リーチも下がるじゃないですか。横にした方がこれよりちょっと出るじゃないですか。だからこっちの方がかすった時にここら辺にかするっていくことがあるんですよ。なるほど。だから実際は結構横に打ってもいいし、こっちの方が力入りやすかったりするから。下を向かない方向いてますね、はい。まあ、もうちょっと体でくぐるような感じで、はい、頭をくぐる。イエーイ。いい感じです。ありがとうございます。いいですか。Okay、 はい、完成。Thank you.
きますか。でも10時にチェックアウトしなきゃいけなくて。そうですね、もうすぐじゃないですか。ちょっと最後だけ締めさせてください。はい。翔さん、ここどうぞ。いいですか、こんな。はい、大丈夫です。え、逆にいいですか。これ乗せていいですか。一番大丈夫ですけど。全然大丈夫ですか。じゃあ大丈夫です。僕、翔さんのこと大好きなんで。あ、そう思います。あの、ウクライナで頑張ってる、あの、翔さんと一緒にスパーリングと教えてもらいました。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございました。また、あの、1週間後、ドイツから帰ってきたら、ね、またここでお願いします。よろしくお願いします。ということで、あの、面白かったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまた。10時チェックアウト、もう時間ないんで。それじゃあまた。